ビットオリオイマヌエーレ2世のガーデリア、内部プラダ本店スカラザ側より大聖堂側を望む、中央のドーム天井床面のモザイクが紋章。ビットオリオイマヌエーレ2世のガーデリアは、イタリアの都市ミラノにあるアーケードの名称。二つのアーケードに覆われ、ドゥオーモ広場の北に位置し、ミラノスカラ広場へ通じている。イタリア王国の初代国王、ビットオリオイマヌエーレ2世にちなんで名付けられた、この場所は、 最初に1861年にデザインされ、イタリアの建築家、ジュゼッペ・メンゴーニに,によって1865年から1877年の間に建設された。通りはガラスのアーチと鉄製の屋根に覆われており、19世紀のショッピングモール及びイギリス、ロンドンにあるバーリントンアーケードのような通俗的なアーケードのデザインである。ガレリアはベルギーのブリュッセルにある。 ギャラリーさん、チュベールや、ロシアサンクトペテルブルクにあるパッサージュ、ナポリのウンベルト一世のガールエリア等から始まった巨大なガラス張りのショッピングアーケードの原型であった。中央の十字路部分はガラス製のドームで覆われている。この八角形のガラスドーム広場の床面には、中央にイタリア王国の紋章、その周囲にミラノ、トリノ、フィレンツェ、ローマの紋章が描かれている。 トリノの紋章については、辞書で述べる伝説があり、一部がすり減っている。この、ミラノのガッレリアはそれまであったものよりも大きく、釣り合いが取れており、近代的なショッピングモールの発展において、重要な一歩を担っていた。また、建物は、ガッレリアという言葉の使用を、他のどのショッピングアーケードやモールよりも鼓舞してきている。また、ガッレリアは、ミラノのドゥオーモトスカラザという、 ミラノにおける二つの著名な観光地へとつながっている。最初の落成から130年以上を経た現在、4階建てのアーケードには、オートクチュール店から書店に至るまでの上品な各種店舗、グッチ、プラダ、ルイ・ヴィトンなどの高級ファッションブランド店のほかレストラン、カフェ、バーが入居している。ビットオリオイマヌエール2世のガールエリアへ直接つながっているのは、 ミラノでも最高級のパークハイアットホテルで都市の中でも最も豪華な部屋と設備を有している。東京ディズニーランドのワールドバザールはこのガールエリアをモデルに作られている。回る人十字路の交わる付近に青いタイルで囲まれたお牛のモザイクがあり、その股間部分がややくぼんでいる。このくぼみにかかとを合わせてくるりと一回転すると幸せが訪れる。 旅行者は再びミラノに戻れる等の言い伝えがある。トレビの泉等と異なり一人ずつしかできないので、観光シーズンには行列ができることも珍しくない。1日に数千回もかかとで踏みつけられるため損傷も激しく頻繁に修復もなされているが、修復直後の新品でも股間にはあらかじめうっすらとくぼみがつけられている。この牛の急所を踏みつける回転行為は観光客よりも むしろ地元市民によって、積極、実際に、朝夕の通勤時にはスーツを着たビジネスマン、日中には買い物袋を下げた主婦などが通りがかりに踏みつけ、回転するところが頻繁に目撃される。また、ユベントス戦のある日にも増加するようだが、その理由は今もって、全く解明されておらず、ミラノ市民にとっても、積年の謎である。ちなみに、大牛の青立は、 西隣のピエモンテ州の州都トリノの紋章である。世界の観光地名がわかる時点の解説。コトバンク。2018年5月20日閲覧。名門ボローニャ大学卒のエンジニアで、ボローニャ芸術学校でアートも勉強した多彩な男だった。イタリアが統一される前の1859年に、ミラノはガレリアの設計コンクールを開き、メンゴーニが優勝した。 お披露目の前日、面号には、ラミーアミッシオネイコンピタ、エルアルコイーフィニートという言葉を残した後、ガレリア上部の50メートルの高さから転落し、亡くなる。これには、陰謀説もある。ありがとうございます。